今回のぶらり大学探訪早稲田大学編では名物学生を紹介します。稲月春日さんは政治経済学部に在学しており、ミス日本コンテスト2017年度のファイナリストにも選出されました。そんな彼女にお話を伺ってきました。どうぞ。日本とか世界に今問題になっている環境問題っていうことと、それを経済学的に分析計算していくっていう勉強です。例えば私が一番力を入れているのが都市も農地と呼ばれるもので、都内とか東京都内にある、マンション前にある畑とか、そういう都市にある農地があることで周りにどんな影響を与えているのかということを研究しています。すべてが規模が大きいことです。人数、学生の人数も多いですし、サークル数もすごく多いですし、キャンパス内もすごく広くって、本当に今まで多分自分の人生で出会ったことがないような人たちにも会えるし、そういう先生もいるし、こう本当に刺激的な毎日が送れるというのが早稲田大学のいいところかなと思います。何事も受験もじゃないですけれども、まず自分をしっかり磨いていくっていうところにこう集中してやれば、自分らしい輝きが出るんだなということはすごく心に残っています。こう練習をして上手くなっていくにつれて、こう自分らしい字とか自分の書きたい文字をこう筆で書いてみるっていうこと、オリジナリティあふれる作品が作れるというところが書道の魅力かなと思います。単語熟語の文法の勉強はもう時間をかけずにさっとやって、そこからだんだん長文とかの時にはとにかく音読しまくって、自分の中に英語を直接取り込むっていうことをすごく意識してやっていました。将来はマスコミ関係のお仕事を志望しています。マスメディアっていう大きなこうメディア情報というものを通して、こう本当により多くの人の心だとか心を動かしたり行動を促せたりするようなメッセージをお伝えしていけたらなと思っています。こう自分が何か前向きに取り組んだり全力でぶつかった経験っていうのは、本当に自分がいいように人生は変えられるんだなっていう自信になりました。なのでこう大学受験こうやる意味あるのかなとか、こんなに頑張ってんのに頑張ってる意味あるかなって不安になるとは思うんですけれども、やっぱりこう全力で何かにぶつかって成功した失敗したっていう経験は、どちらにしても多分今後の人生の大きなこう自分にとっての自信だったりモチベーションやる気になると思うので、何事も本当全力でぶつかるべきだと思います。いかがでしたでしょうか。次回もお楽しみに。